皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。今回はですね、こちらアルファードになるんですけれども、はい、まあたびたびうちでも紹介させていただいてますけれども、あのおかげさまで、YouTube で紹介してから、作業依頼いただいてますビートソニックさんのミラーリングですね、はい、今回もつけさせていただきます、はい。で、まあ、ミラーリング何度となくやってますけれども、今回ちょっと初の試みでして、こちらですね、ファイヤー TV スティック、はい、今までは要するにこれをつけてミラーリングの機能をつけて、スマートフォンをつないで見ていただく、はい、楽しんでいただくっていう方がメインだったんです、はい、今回お客様の方からご希望でこちら、Fire TV を見たいんですと。でこれをつけることによって、YouTube やら Netflix やらいろんなものが見れるようになりますんで、今回こちらでお願いしますというご依頼を受けました、はい。とあとは、もう一個コンセントの増設っていう作業もありますので、はい、それも初めてですので、ちょっとご紹介していければなと思っております、はい、ね。じゃあちょっとメカニックウッチーが、はい、早くやらせてくれと、どのぐらい時間かかるか分かんないんだと、はい、ちょっと怒ってましたので、はい、早速作業に移ってもらいたいと思います、はい、ではではよろしくお願いします。お願いします。Thank you.
イズがちょっと、はい、ということで作業が無事終わったとのことで、はい、はい、じゃあちょっと確認してみましょうか。はい、はい、前回と違うのは説明しましたけど、前回は今までやったのはスマホを挿して、はい、ミラーリング、はい、で今回は Fire TV にちょっと限ってという作業ですね。はい、ではですね、隣の、あ、じゃあオーディオの、オーディオで、オーディオ選択かで AUX っていうのを押すと、その外部入力になるんですけど、これが多分あの Wi-Fi 環境整ってないとダメみたいなんで、そうだね、Wi-Fi 環境ちょっと整えます。おい、携帯からね、今回はね、はい、今、はい、これが Fire TV, TV のリモコンで、うん、ちょっとそれを操作すると、さっき今後ろのリア画面何も映ってなかったんですけど、うん、今もう切り替わって、あ、本当だ、はい、こういう風に、だからあれだね、まずは携帯を今、ビートソニックさんのに携帯を挿してるんじゃなくて Fire TV のスティックを挿してる状態だね。そういうことです、うん、はい、で電波は携帯から拾って、そうです、うちのオーバーランドチャンネルを、うん、このリモコンで操作して、うん、後ろはこういうふうに映ってて、でも前テレビって映りますよね、この状態で。あ、大丈夫ですね、うん、それが前はテレビ、後ろは YouTube みたいな形で、まあ、できる、うん、で本当にそっちも外部入力の連動しているので、あ、来た、来た、まあまあとりあえずじゃあちゃんとついてるってことだね、はい、ということで、はい、完成、完成、うん、で電源は、そうです、でこの今ご依頼いただいたお客さんがですね、もともとスイッチ、ゲーム機のスイッチをやりたいっていうので、ご自宅で遊んでるかの遊んでる時と同じように、うん、これ車の中でも遊びたいっていうので、うん、ご依頼いただいたんですけど、スイッチってコンセント差し込まなきゃいけないんですけど、うん、このアルファでコンセントがちょっと後ろ側にないっていうので増設させてもらったのが、うん、この真ん中のセンターコンセントの後ろ側、うん、で 100W 100V と 100W 対応のコンセントを後付け、こちらさせてもらってます。2箇所ですね、ここと、うん、あとこのセンターコンセントの中にもパカッと開けていただけるとコンセントがあるので2箇所増設させていただきました、うんうんうん、なるほどね、はい、じゃあこれで電源つないで、後部座席のモニターで、はい、その家自宅でテレビでやるように映し出して遊べると、はい、そうです、すごい、はい、すごいですね、家ですよ、もう家ですね、車じゃない、すごいな、それに関しては前は見れないね、そっちはね、そうです、ね、はい、あ、でも面白い、すごい時代ですよ、すごいです、でも子供は絶対喜ぶ、はい、ゲームできるなんて、
テレビ DVD 見れるだけでも画期的なのに。本当ですよね。ゲームもできちゃうんだ。すごいです。画面もまたでかいし、はい。ただなんかその気をつけてもらいたいのが、ゲームもあの外部入力を使って楽しむので、例えば後ろをゲームをやる、で前を YouTube をやるってなると同じ外部入力になるので、それがちょっとできない、まあまあそれは大丈夫でしょう、はい。まあ、前はテレビだったりラジオを聞いてもらったり、で後ろはゲームで楽しんでいただいたりっていうのはできますね。あくまでも一つなのね。そうですね、はい、外部入力が一つしかないと、はい、複数は楽しめません。はい、ただもともとテレビ、車についているテレビラジオ等々はフロントでは使えますよと、はい、そういうことですね、はい。いやーなかなか賢い商品ですねやっぱりこれは。で今回おかげさまで初めてこういうタイプつけさせてもらって、はい、うちとしてもあの経験値がどんどん上がりますので、はい、よかったよかった。なるほどですね、分かりました。そろそろお客様があの、はい、取りにいらっしゃる、ね、ということなので、はい、こんなとこですか。はい、いつもとはまたね違う作業ですけど、はい、こういったこともうちらはどんどんやらせていただきますので、ご興味ある方はまたご連絡いただければと、はい。ビートソニックさんの、ミラーリング、はい、でスマホではなく今回は Fire TV をつなげる方の機器を買っての作業、はい、となりました。ではではありがとうございました。ありがとうございました。